歌舞伎俳優の市川海老蔵改め團十郎さんが2022年3月27日自身の SNS を更新。子供たちと散歩の途中で立ち寄った場所を明かした。この日團十郎さんはなんかハマってますと顔出しパネルから顔を出した息子勸玄君の写真を複数枚公開し、どうした笑うとコメント。勸玄君の姿に対し居心地良いのねと綴った。続けて散歩へというタイトルでブログを更新。二人のお目当ては分かってます笑うと娘レイカちゃんと勸玄君の後ろ姿を公開し、散歩してきますと子供たちと外出することを報告した。またアイスタイムと題したブログではアイスを食べる勸玄君の写真とともに、おいしいの食べるとあるよね無の時間と綴り、ブログを締めくくった。この投稿に読者からは、おいしいもの食べると無になる幸せ時間ですね、おいしそうなどのコメントが寄せられた。